というわけで、すいません。あのね、僕は、控え室の方でカレーパンをいただきます。ちょっとさっき挨拶入れたんですけども、10時から、あと10分ですね。開始予定です。開始しちゃうと僕、もぐもぐやってらんないで、失礼、今食べますけども、見てください。今日ね、6時までやってますよ。1000個。1000個目標っていうことは1000個以上あるっていうことで、見てください、この量。でかい。うわー、これね、あ、すげえこぼした。あ、めっちゃこぼす。いただきます。雨でもじゃんじゃん作る予定だぜ。ライダーカレーパン。ライダーは大盛りメニューに弱いっていうことで、大盛りメニューが好きっていうことですね。で、パンのトラさんのカレーパン絶品なんですよ。で、前食べさせてもらった時に本当に美味しかったんで、これいっぱい食べたい。倍の量でちょっと安いぐらいにしてくれませんかって言ったら本当に作ってくれたんですよね。なんかね、この中のカレーが、いっぱい入って、こんな、このね、カレーパン食べてから、僕ね、ほんと申し訳ないんですけど、他の店のカレーパンが食べられなくなった。まあ食べられないは言い過ぎだけど、コンビニカレーパンはね、ほんとに食べられなくなっちゃったかも。揚げ直してサクサクにしてようやく食べれるから。で、カレーの味とかも、やっぱちょっとね、比較しちゃう。これと今のところここのカレーパンと比べてこっちの方が美味しいっていうカレーパンですね、まだ出会えてないというところなんですけど、ありがとうございます。今社長さんがいらっしゃいます。ほら見てください、これでかいね。いくらでも食い入れがあります。このライダーカレーパン1個350円。あ、どうも。あ、支配人の方。あ、すいません、支配人の方が来ました。ちょっとパン粉だらけしても落としまくりください。あ、いいです。はい、支配人の方も申します。よろしくお願いします。はい、今日もですね、あのライダーになってないライダーですか、あの車の人ですね。たくさんいらっしゃるってくれると思うんで、そうです、ね、はい、今後も、次も開催決定したので。あ、雨なんで、はい、ありがとうございます。ちなみに次は、いや、どれぐらいでしょう。来月にしますか、じゃあ。もう毎月この日みたいなのがあるとそうですね、いいですね。毎月いいね。毎月この第2日曜日はパンの日みたいな。そうですね。じゃあもう毎月抑えてください。そうですね。ああ、じゃあそうしましょう。雨がとりあえず晴れるまでやって、はい、晴れたとしても晴れたとしてもまたちょっと違う理由考えましょうか。これ4時になりましたね。はい、狙っていきたい。もうぜひ。いや、やった、ありがとうございます。レッカーもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なかったらまだ言ってください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。何時だったら、私でも逆に大丈夫です。合わせられます。ソシャニン